材料はこちらです。パスタ以外の材料をメスティンに入れます。今回はトマトソースを使いましたが、トマトジュースでも作ることができます。中火で5分ほど煮込みます。パスタの茹で時間分煮込みます。パスタいい感じですね。ガーリックが程よく効いててとても濃厚ですね。これパンとかつけてもいいかもしれないですね。ガーリックツナ缶のミネストローネ、ぜひ皆さんも作ってみてくださいね。